姫路工業大学は、兵庫県姫路支所者2160の何本部を置いていた日本の公立大学である。1949年に設置され、2006年に廃止された。大学の略称は、姫工大。2004年に、神戸商科大学、兵庫県立看護大学と統合し新設された、兵庫県立大学に継承されている。新材家キャンパス。 姫路工業大学は1944年創立の旧正兵庫県立高等工業学校の流れを組む大学であった。長らく工学部のみの短科大学であったが、1990年に理学部を1998年に環境人間学部を設置した。2004年には神戸商科大学、兵庫県立看護大学と統合して、兵庫県立大学が発足した。 発祥の非心在家キャンパス、旧西姫路高等学校行動大学本部学部、大学院附属機関書社キャンパスを中心に行われていた学園祭。大学統合後も伝統を引き継ぎ、姫路工業大学の略称を冠している。行政財界研究者、学者芸能書社キャンパス、姫路市外近郊の書社山の麓に位置していた。 姫路工業大学の本部と工学部が長年にわたって所在してきた経緯から、兵庫県立大学における西地区の中心的キャンパスとなっており、クラブサークルの数も比較的多い。西地区の学生は単に諸者と呼ぶことが多い。理学部と環境人間学部の1年生も通うため、学生数が多いが、近隣にコンビニエンスストアがなく、 飲食店も限られているため昼食時の学生食堂は大変混雑する。地形からキャンパス内に階段が比較的多い。ハリマ科学公園都市キャンパス、愛い市北高、ハリマ高原の一部を切り開き作られたハリマ科学公園都市に位置し、兵庫県立大学附属中学校、高等学校とも近接していた。住所地名からコートと呼ばれるが、 関係する学生は単に理学部と呼ぶことも多かった。大型放射光施設スプリングマイナス8を中心に国や企業の研究機関が近くにあった。交通が不便な上県外出身者も多いため自宅外生の比率、自動車所有率が高かった。また近隣に学生向けの住宅がほとんどなかったため、工術の学生寮に入居していない自宅外生の多くは姫路、 二つの相追などに居住していた。両交通が不便なこともあり、姫路工業大学のキャンパスの中で唯一、近接区域に学生寮が設置された。基本的に理学部二年生以上が入寮できた。付属高等学校管理の黎明寮と大学管理の西春間学生寮の二つは、寮費は月三千円で、風呂、トイレが共同であった。 西春間学生寮 C 旨は大学院生専用で、風呂、トイレの付くワンルームタイプで、寮費は4000円であった。入寮に際しては、毎年必ず抽選になっていたが、数ヶ月すると、寮生活が合わず大寮する人も少なからずいた。歩いて5分ほどの距離ながら、キャンパスの所在地は、阿光郡上郡町コートであるのに対し、寮の所在地は、辰野市新宮町コートである。 新在家キャンパス、姫路市街、姫路城城下町の一角、新在家に位置していた。このキャンパスは稀な変遷をたどっている。元は旧正姫路高等学校のキャンパスであったが、1949年の学生改革により、神戸大学姫路分校となった。その後1965年に分校が、神戸大学のある六甲台に統合移転したため、跡地に、 姫路短期大学が移転。付属幼稚園も設置され、幼稚園跡地には環境人間学部のキャンパスとなった現在もその面影が残る。旧正姫路高等学校本館と行動は登録有形文化財に登録されている。キャンパス内には姫路市の保存樹となっているユリノキがあり、同窓解明の由来となっている。西地区の学生は新在家、または単に、 環境もしくは環境人間と呼ぶ場合が多い。ありがとうございます。